あけましておめでとう。うーん、今年もちゃんといるんだ。どういう意味か、ですってそのままの意味よ。あなたがいなくならなくて、よかったって思っただけ。たまに不安になるの。みんながいなくなっちゃったら、どうしようって。ミューズに入る前は、一人っきりだったから。 去年は、あなたもミューズのみんなも一緒だったし、最高の一年だったから。それが、夢だったらどうしようって。だから、あなたを見て、ほっとしたの。何よ、その意外そうな顔は。言っておくけどね、ずっとニコの近くにいなさい。ミューズのみんながいなきゃダメだし、あなたもいなきゃダメなの。 約束だからね。ずーっと近くにいなきゃいけないんだからね。